どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はね、新パックにて登場した呪眼というテーマについてご紹介していきたいなと、思っております。まあこの呪眼というテーマなんですが、まあ、10期って言われている遊戯王って1期2期3期4期みたいな感じで分かれてるんですけど、一番新しい10期っていうテーマ、10期で登場したテーマです。で、まあちょっと最近ね、なんか新しいからどんどん追加するんだよね、新パックでね。そうするとやっぱね、既存のプレイヤーが少し離れがちになっちゃうので、わからないから、既存のテーマのなんか強化パーツをどんどんぶち込んでいってほしいなと僕は思ってるんですけど、なんかね、 OCG を取り込みたいのかなんか知らないけど、新しいカードどんどん追加するんだよね。ちょっとね、その辺はなんかよくわからんが、少し過去のテーマ忘れてるんじゃないのっていうのを僕は警鐘を鳴らしたいと思ってるんですけど、今回は呪眼っていうテーマが何をするかっていうのをご紹介していきましょう。結構面白いテーマ でですね、セレンの呪眼っていうこの装備魔法がキーカードになってくるテーマで、装備しているモンスター、呪眼モンスターにしか装備できないんだけど、装備しているモンスターに、効果の対象にならないよっていう体制、そして相手の効果か戦闘では破壊されないよっていう、まあ結構強めの体制を、まあ、激方の体制をね、与えてくれるテーマでございまして、でですね、呪眼の、じゃあ何が強いか、まあ、結構ね、打点が低いんですよね。バジリウスとか、メデューサとかって打点が低いんだよね。で、これに装備して何が強いかっていうと、装備しているモンスターの効果が発動するか、もしくは呪眼の魔法トラップが発動すると、装備しているモンスターの打点が500アップしながら、自分が500ライフ失うっていう効果を持ってるんですね。だから、ライフを、失いながら、そのライフをなんか攻撃力に転換していくみたいな。自分のライフを生贄に捧げて、装備しているモンスターの打点をアップしていくっていう、まあ、効果なんですよね。お察しの通り、コズミックサイクロンにバカ弱いです。で、何が強いかっていうと、このトラップカードがめちゃくちゃ強くて、対象に取っちゃうんだけども、一応対象に取ったモンスターを、バウンスできるよっていう効果を持っていて、これ6部派二刀流みたいな感じなんだよね。セレンの呪眼が魔法トラップゾーンに存在していると、バウンスできるね、あのモンスター2体にできるんですよ。だから相手のモンスター2体ももちろんバウンスできるし、例えば自分のモンスターで、デモンズチェーンされたとか損なしされたっていうモンスターをバウンスとかもできます。これ結構強いですね。で、モンスターをサーチできるパレイドリアっていうフィールドの方と、あとパレイドリアはね、相手から攻撃された呪眼モンスターがね、相手から攻撃されたダメージ計算、時にその戦闘ダメージ発生する場合はお互いに戦闘ダメージ受けるよっていう、まあ一旦に一回なんだけども、だからまあちょっとだけ、サクリファイスみたいな、感じですね、イメージ的には。で、発動時の効果処理でモンスター持ってこれるんで結構強いですよっていう感じです。で、効果で破壊されても墓地の呪眼回収できます。でね、ゴルゴネイオの呪眼がまあ、実質サーチですね。OCG だとサーチカードが一応あるんですけど、モンスターでサーチできるんですけども、まあ、そういうのがないので、間接サーチをするしかなくて、これ、墓地にあると、これを除外しながら手札から呪眼カードを切って、デッキから呪眼の魔法トラップをサーチできるよっていう効果を持ってるんで、これで間接的に欲しいバウンス罠とか、セレンとか、このパレイドリアとかをサーチしてくるとかいう感じですね。で、もう一個のね、大事な効果がね、丸2番だね、自分のライフポイントが相手より少ない場合は装備モンスターの攻撃力が LP の差分アップすると。だからエンシェントホーリーワイバーみたいな、あんな感じです。差分パーシアスとか、差分アップするんで、要は自分がどんどんライフを払うんで、どんどん差が開いてくるんですよ、相手と。で、そこの差分ドーンと一気に上げてワンパンするっていうデッキに今回はしています。で、これはね、コズミックサイクロンみたいな感じだね。もともとサイクロンみたいな効果持ってるんだけども、呪眼がいれば、セレンがあると除外できるんで、まあ、コズミックサイクロンみたいな感じですね。サーチできるコズミックサイクロンみたいな感じで、まあ、狡猾は相手のモンスターを除去できないといけないんでね、これ弱いんですよ、打点が。だからまあとりあえず序盤の狡猾を、ぶち込んでいきたいっていうのと、これなんで狡猾2枚とか、まあ、こういうトラップ入ってるのに入ってるかっていうと、これね、メデューサでね、除外できるんですよ。これね、フリーチェーンでこいつめっちゃ強くて、相手のセレンの呪眼が、装備していればね、このカードが装備していれば相手のカードを除外できるよっていう効果だから、結構妖刀知らぬいとか、まあ、タスケルドンとかカイトロイドとか結構いろいろね除外できるんだけども、そういうカードを除外できたり、あエバリーとかも、除外できたりとか、するんだけども、これ効果発動すると次のスタンバイフェーズは自分の墓地のカードを1枚除外するんですよ。だからトラップカードを使ったその
硬滑とかを除外してもう一回硬滑打てる状態にするとかいうこともできるんで結構相性がいいんですよね。で、サーチャーがねバジリウスですね。バジリウスは呪眼がいると特殊召喚できて、呪眼、を墓地に送れます。デッキから魔法トラップを。だからゴルゴネイを落としてさっき言ったように間接サーチをしていくっていうようなイメージ。だからまあ理想というのはバジリ、メデューサか、このパレードリアがあってでセレンの呪眼か、トゼツがあってバジリウス持ってこれるみたいな。そうすると、まあ、メデューサ、バジリウスでセレン装備して構えるのが呪眼とかできるんで、トゼツのそういう風にすると、まあ、バウンス、飛ばせるんでね相手ターンに、まあ、結構強いよと。でね、メデューサの効果の丸一番がすごい強くて召喚に成功すると、呪眼を回収できるよっていう効果を持ってるんですよ。だから、召喚して、この使ったトゼツの呪眼を回収してもう一回セットするとかできるんですよ。だからまあ毎ターン毎ターンこのトゼツの呪眼っていうバウンス罠を構えてひたすら相手ターンはもうバウンスしてどんどんどん妨害していくっていう戦い方になります。基本的にはやっぱりね、魔法トラップ全部っぱとかブラックローズとかああいうのにはすごい弱いですけど、まあそれをこのトゼツの呪眼でなんとか封じていくっていうのがこのあのデッキの戦い方になるかなっていう感じですね。で、スキルはどんどんライフ払うんでパズルの封印っていうのしてて、パズルの封印でクリボールとかカイトロイドとかああいう結構めんどくせえ魔法、モンスターの効果ね、これね、モンスター効果止められるんですよ。1000ライフ以下の時にしか発動できないけど、1000ライフ以下結構なるんですよ、呪眼って。ライフコストめっちゃ払うから、これで。なので、結構1000以下になるんで、そこでもうなんかクリボールとか封じてもうワンパンします。ゴルゴネイをつけて。というわけで、早速ね、デュエル、ご覧いただきましょう。結構ね、回し方難しいんで、デュエル、スタンバイ。呪眼ってさ、あれですよね、バジリウスってやついるんだけどさ、ハリーポッターにさそんなようなやつ出てきてよな、すげえどうでもいい情報なんだけどさ、なんだっけバジリスクみたいなやつ、なんか蛇みたいな、なんだっけあれ、あれアルカバンの囚人違うな、秘密の部屋か、秘密の部屋か、秘密の部屋だ多分、秘密の部屋か、なんかバジリスクみたいなやつ出てきてよ、すげえどうでもいい情報だけど、なんかバジリスクのやつのハリーポッター見たくなったわ。おなるほど、魔法トラッパー界強いな、あでも反応強いな結構。メドゥサ召喚、メドゥサにセレンの呪眼を装備していく。そしてこれはいらないか、バウンス罠セットでドローフェーズかましていくしかないかな。一回効果発動するか、効果発動して打点上げといた方がいいか、これ行ってこいでね、行ってこいで一応できるんですよね、効果発動できるんですよね。どっちがいいかな、一応蘇生とかされるとめんどくさいので、スワラルスライムでいいか、スワラルスライムでよくて、で蘇生するんだったらペンドラゴンを相手のターンに除外すればいいから、ここ除外しといてセレンの呪眼で500上がってエンドフェイズ入るで、これドローフェイズじゃなきゃいけないか、ドローフェイズじゃなきゃいけなくて、バウンス、あでもドローフェイズするとあれですね、多分これスタンバイであれしないといけないかな、自分のカードを除外しないといけないかな、まあ、しゃあないか、しゃあないですね、それしゃあない、それはしゃあないわ。除外した次のスタンバイフェイズに墓地のトラップカードでも魔法トラップカードでもモンスターでも何でもいいんだけど、除外しないといけないから、メイドさんは、まあ、でもこれで一応2900っていう打点になっていくんで、まあ、こうやってねどんどんこのヘビを育てていくっていうゲームですね、これ。ヘビを育てていくというゲーム。ナイトハウリング OK。ナイトハウリング OK。OK、ナウトハウリングで、そこ蘇生したいっていう効果に支援してメデューサの効果を発動。ほらよおい、これ DD クローじゃない、これ冷静に考えたらさ、これ実質 DD クローじゃないこれ、もはや。強いんだけど、普通に。マシンを開くし、OK。結構墓地メタれてるから割とね DD は辛いですよね多分ね、これ墓地から蘇生したりとかする効果なんで、こう墓地を除外するっていう効果結構刺さってる気がするわ。これでも DD クローなんだよな実質で、打点足りてない、オッケー、いいよ、いいんじゃないこれ、結構ゴリゴリあるし、でメデューサの効果で呪眼の効果で500ライフ、ぶちかまされていく、でさらにメデューサの効果を使い相手の墓地のカードを除外していく、ペンドラゴンを除外していく、で除外してまた500アップする、でスキル発動してパズルの封印していく、これでクリボールは投げれない、いけー、ゴルゴレイを装備して
ドーン。ドーン。はいドーン。脳筋対戦ありがとうございました。さあお相手の方、クロウホーガン顔面マクドナルド選手ですね。よろしくお願いします。デルさん、さああの伏せカードに妨害があるかどうかっていう話はあるね。とりあえずメドゥサ召喚しましょう。メドゥサ召喚してメドゥサの効果は特に発動しない。さあここで何か落とし穴的なやつか、落とし穴的なやつか。やっぱ落とし穴とか辛いんだよな。先行のシナレイとかだと結構辛いですね。普通にセレンの時間を装備していくことができるかどうか。さあ何か妨害はあるのか。さあゴズミックサイクロンなどの妨害はあるのか。さあ何も、とりあえず何もない、とりあえず何もないか。なるほどな。コズサイ1回セットか、あの当絶セットでまあ遠藤かな。でまあバウンスなら構えれるの、構えれるの、構えれてるので、まあ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 なんとかなるかなといったところ。まあデッキ的にはちょっとよくわかりませんね。これ妖刀知らないセットとかそんな感じなのかな。まあクローってまあちょっとレベル上昇系のイメージがありますが、メインフェス終了前ターン終了時。なるほど、ターン終了時か。あとでもいいか。まあとりあえずコズミックサイクロンだけ打って、実質これコツさえなんですよ。セレンがあると1000ライフ払わないんですけど、500ライフ実質。ドッキリ部隊、オッケー。どっちを。ああ、なるほど。これはいいんじゃないかな。それは別によくて。で、これで除外しとくと、ついてる状態に扱ってるんで、オッケーオッケー。よし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 。オッケーオッケー。妖刀除外しちゃった。妖刀除外しちゃったのはでかい。これは強いんじゃない、結構。で、じゃあセレンの時間はね、帰ってくるんでね。1000ライフを払うと墓地から。あでも帰ってこれねえや、今これ除外するからクソ。ゴルゴメイド違う、参加の時間しかないか。参加の時間しかない。あでもメドゥサ2体いるから大丈夫か。メドゥサ2体いるから因果切断、因果切断強いな。これ二刀流すればいいんじゃね。これ自分バウンスで逃げるっていうさ、これこれ新しくね、この逃げ方。これ新しいんだけど、この逃げ方、この逃げ方相当新しいでしょ。メドゥサ召喚して、でもちろんセレンの時間を、でまあセレンの時間だよねこれ、セレンの時間回収していく。でセレンの時間を発動していく。はい、でカード今セットしていく。妖刀はあるのか。まあまだ今じゃなくても別にいいか。バトル、はいはい、どうですか。これで送りボール、なるほど、いいですね。ただ妖刀は除外させていただくよ。いやさすがにね、これ妖刀2枚除外したら相手多分何もできんと思うよ。これ完全に、完全にもらった、これは完全にもらった。これいつでも除外してやっかよ。ゴズキ召喚してみろよ。おいおい、クロウさんよ、ゴズキ召喚してみろ。落とした瞬間に妖刀、水曜墓地除外 DD クロー最強だわ。さあお相手の方プロデュエリストですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル。あーなるほど、これバジリウスとしかないな。バジリウス召喚して、セレン装備した上で、バジリウス守るしかないか。バジリウス効果そう、ちょっと墓地除外がね、できなかったけど、まあ、しょうがないか。ゴルゴネイヨ。で、ゴルゴネイヨで、まあ、バウンスはない、一応構えればしますな。ゴルゴネイ除外して、手札から呪眼捨てることによって、呪眼魔法トラップカードを持ってこれますよ。でだ。セット、セット、ターン終了。一応破壊耐性があるモンスタープラス、コズミックサイクロンと6部派二刀流ですセットされてるのは。ちょっと強いでしょ、そう聞くと、そう聞くとちょっと強いでしょ。ああくそー、ちくしょう、これが辛いんだよな一番。ファリス、なるほど、ファリス、ファリスはやばい、5000はやばい、5000はやばい。ちょほんまにあいつマジでどうにかしろよ。でもあワンチャンスだ、でもコズミックサイクロン打ってばいける、いけるわ、いけるいけるいける、これでインクリース効果使え、
インクリーズ効果使え。え、何それ、ウィッチレイド、やばいカード入ってんな。さあ使え、インクリーズ効果使え。そっちタイプ、あ、そういう感じ。そういうことしちゃう、そういうことしちゃう感じ。